今日はね、一回種を植えただけで、あとは植えただけで、一切手入れしないでも収穫ができる簡単な野菜とかをね、紹介していきたいなと思います。うちの庭でね、放置して栽培しているものを紹介していきたいと思いますんで、で今、これから畑に行こうかなと思います。まず一発目はこの赤じそと、まあ、青じそ。ここにもあるな。ここに青じそあるな。このしそ類だね。シソの類はさ、花がついて、種ができて、勝手にこぼれて、毎年毎年出てきます。で、それを放置して、まあ、トマトの畝と畝の間にいっぱいあるんだけどもね、ここにもあるし、ここにもあるし。で、間引いて、ここなんか密生してるんだけども、間引いて収穫して食べながら、残していって、で、毎年勝手に生えてくるっていう感じで、放置栽培の代表格、シソ、簡単です。で次がね、近くにあるんだけども、このフキ、フキはね、根っこがあればね、なんぼでも生えてくる、いくらでも生えてくる。ここにもあるし、あっちにもある。こんな感じで簡単に生えてくる。これ長吹きってやつで、まあ、アクがえぐみが少ない品種として、まあ、重宝されてるんで、うちでもこれ美味しくてね、食べやすくてさ、おすすめです、長吹きね。で次行こう。次はホースラディッシュだね。ホースラディッシュ、なんだっけ、ローストビーフとかに根っこをね、すりおろして使ったりするんだけども、これね、すんげえ根っこ強くて、収穫しても、これとか、ね、いっぱい生えてくる。毎回抜いてさ、消してるんだけども、それでもなかなか消えない。だけどもこれね、やっぱ日陰に置いとけば勝手に育つもんなんで、まあ、軒下とかに植えてもいいやつ。根っこを食べます、これは。うん、これも素晴らしい。小松菜植えてんだけど、小松菜の脇にいっぱい生えてくるっていう。で、その次に、いいのがこのニラ。ニラね。水仙じゃないよ、ニラだよ。これね、本当に一回植えると毎年毎年出てきて、すんげえ楽。何もしなくてもいい。まあ、ちょっと肥料あげたりはするけどもね、培養の有機とか、あげたりはするけども、なんぼでも生えてくる。で、これ、適当にやっても、一回収穫するとまた伸びてきて、これ2番目。これが1番になっていって、まだ全然収穫してないやつで、これを収穫した後に、次のが生えてきて、また2番ニラ、3番ニラ、4番ニラ、まあ適当にやっても5番ニラぐらいまで取れるかな。うん。だからこんなに面積なくても大丈夫。本当に放置しても勝手に増えてできていくんで、ここにもね、余ったやつ植えてるんだけども、簡単に取れます。で、そしてね、これ山芋なんだけども、ね、山芋の根っこ深すぎて掘れないんだけども、これにムカゴってさ、このつるのところにちっちゃい芋がついて、それも食べれるんで、まあそれも放置栽培で取れてるうちに入るかなーって思うんで、なかなかいいもんです、これも。山芋。それで陰性のもので、やはり代表格なのがこの、みょうが。みょうがはね、本当に楽。放置してても勝手に出てくる。まあ、5年に一度ぐらいかな。うん、植え替えをすればいいだけで、なんぼでも増える、これも。いくらでも取れる。これはもうお盆の頃になると取れ始めるやつだから、まだ取れないんだけども、おすすめ、みょうが。それでね、もう大きくなっちゃって何が何だかわからないんだけども、これね、よいしょ。これ、三つ葉。畑っていうか、畑じゃねえ、スーパーでもよく売ってる三つ葉さんさ、三つ葉をね、勝手に増えるの。これ、今はこれ、よいしょ。花咲いてるんだけども、ここに種がついて、本当にいくらでも増えてくる。この辺ずっと蜜葉いっぱいあって、こっちにも蜜葉があって、ね、蜜葉だらけだね、うちの畑。庭ね。家の裏なんだけどもさ、ゴミとかも、ゴミとか鉄くずなんだけど、これ。ね。その周りにもいっぱい生えてくる。どんどん増えてさ。でも、うん、こうやって、増えてくれることで、いくらでも食べられるんで、枯ればまた取れるんで、新しい、ね。取れるやつができるんで、これもおすすめ、三つ葉。まあ、っていうような感じでね、バババーっと見てきたけども、シソとか、なんだっけ、あと、フキ、ニラ、ホースラディッシュ、ミョウガ、三つ葉、山芋、だったかな？うん、そのくらいがうちの庭でね、放置して栽培しているものになります。本当にね、何も手がけてない。本当に、なんだろうね、植え替え？植え替えても、あれよあれ。みょうがの植え替えをね、あれは10年に1回やっただけ。で、根っこがいっぱい出るんで、すごく場所広げました。で、いくらでも取れる。で、植え替えした後はすごく大きい、いいものが取れるんで、びっくりするぐらいいいよ、あれ。うん。
手間かかんない。本当に今喋った教えたね、野菜はね、手間かかんないんで、もしさ、スペースがあったら、余ってたら植えてみてほしいなと思います。で、大体さ、今教えたものは、陰性でも、のものなんで、日陰でもできるんで、家の陰とか、木の下、例えば柿の木とか、あったらその下につけてもいいんで、そういう感じで使ってみてもらえたらいいかなと思います。日陰でさ、トマトとか、ナスとか、ピーマンとかね、ジャガイモとかやっても、まあ、なかなかうまくいかないんだけども、今教えた手のかからないやつってのは本当に日陰でも育つんで、おすすめなんで、ぜひ日陰で困ってる、何植えたらいいかわかんねえなって時は、今ご紹介した野菜、手間のかからないやつをそこに植えてみるというのをおすすめしていますんで、ぜひ取り入れてみてもらえたらいいなと思います。